qvc をご覧くださいましてありがとうございますナビゲーターの加賀真央です最初のバイオに変えたときははいあの結構結構あの私にはちょっときちっとしてるかなと思ったんですよ、はい、なんですけどそれはやっぱり最初にちょっと若干歪んでたちょっと脱ぎますけれどもはい今、はいまあ、こんな感じであの脱ぐと結構こうねあの<っ>足 え、あの足っていうか全体像がいいんですね。そのアップじゃなくて膝下からお願いします。はい、ぜひ膝下をね。あのちょっとこうちょっとドンってしてるかな。もう膝の位置が足の長さがヒールじゃないのにね長く見えますやっぱり。長くなってます。本当ですよね。なんか細いですよね。はい。やっぱ履いた方が細く。 見えるのかなというふうふにもちろん個人差ありますし個人の感想ですがねこれがテクノロジーです。感じのね違う本当にそんなにひん<ー>ひ常に負傷している <laughs> また自転車で転んだんですかとよく言われますがえ自転車で転ぶのとあとマッサージ機が当たるっていうね <laughs> やめなさいって言われますけどでこれですね足がなんか本当にこうまっすぐになったような気分が。 いたしますよそしてですごく軽やかですしはい足首もキュッと締まってますし、うん、ふくらはぎの位置が自然と上がる感じがするんですよね。これ本当だったらもうね5センチ、うん、6センチもう私なんかあのマックス1 0ンチぐらいのヒールを持ってるけど、はい、そういうの履かないとわざとやるけどこういう高低差がないと、はい、高低差があるヒール履かないと、うん、このね <laughs> 細い長いってねなかなか実現しないんですよね。 スピードもダメなんですよ <laughs> あの厚底で前が一緒、はい、にこう高いと足は全体的に長く見えるけどこの細くなるっていうね、はい、それもやっぱこの高低差がないとダメなんだけどバイオニックはねもうこんなにぺったんこ靴でスニーカーなのに、はい、それを本当にわかりやすいさあ今私もうね私バイオニックでこういうタイプ履いたことが、はい、もしかしてないかなってこんな なんかもうパンプス、はいえー、<laughs> パンプスなんだけどおしゃれなパンプスありましたかっ,、はい、ってなんかスニーカーとかサンダルの、ねえー、イメージがあとブーツ、はい、そういったイメージがあったんですが。 まあ本当これこそ足がまっすぐ細く長く見えたら嬉しいですよねねそうなんですよねかかと5センチにもかかわらずもっと足が長く見えますししかも細かいところまでデザインが行き届いていてこのねストラップがあることでパパパカもしづらいですよねパパパカ,バカバしづらい本当これでもちょっと走れるかなみたいな、ねはい、ぐらいですで今お問い合わせ あプロデューサーからお問い合わせいただきまして、はい、これもサイズ選びは、はい、もう基本もの、はいまあ、100歩譲ってスニーカーは、うん、まあね楽なものが多いかもしれません、ええ、でもパンプスはもうすぐ痛くなるのよと、はい、あのオンエアで私も履くことありますけど、うん、いろんなパンプス、はい、あのほんとオンエアの直前まで脱いでてわかります <laughs> あの始まった と端に10センチぐらい背が高くなって、はい、カメラさんが画角を変える <laughs> ぐらい足がいいっやったお芝居お芝居って言うとなんか嘘でやってるみたいなすみませんね一人喋りがねあの長くなると本当に深夜放送みたいになっちゃうんですけどで脱ぐと、はい、あ,あの足ね、はい、結構太い膝の位置がもうがっくんと太いそしてボヨンとしている意外に大脚だ私みたいな <laughs> あれこんな なんかこの張り出し屋なんだけどみたいになるんですが、まあこれ履いていただいてるのがこっちの足で、はい、でも足の太さがち。そうなんです。ふくらはぎの太さが違うですよね。はい。いやそうこのあたりもシュッとしてふくらはぎの太さが違って、はい、でしかも膝のこっちこっち履いてないのでね。はい、あ地面につけるとこんな感じなんです。膝はだいぶ違う、はい。違うですね。足が、ね、長く履いている方はもう本当にえこんな。 感じですいやこれもすごいな横から見ても、はい、履いてない方はとても太く見えます <laughs> <た>別にあの遠近法でやってるんじゃないんです <laughs> 同じ遠近法で同じ角度でやってます<っ>はい足首のもう細さが違いますね違いますね 遠近法でやってるんじゃやっぱりでももうほんと目ぺったんこ靴だからまずこのまま走れるというね、はい、えそういったスニーカーになっておりますのでやっぱりこの膝下がシュッて見えると、うんはい、ミニスカートとかショートパンツとか履いた時にも、はい、あのいいですよね。